どうもプリクラ研究家まずちゃんです。そろそろプリの案件来ていいと思ってます。まずちゃん、ただいまレイジーハウスの影響で大阪に来てます。大阪に来てます。大阪にお邪魔してます。ということですね、大阪に来たんですけども、本当にたまたまプリクラのピエモというプリクラが大阪に先行で出てるということで、これ結構視聴者の子たちから撮ってみてほしい、なんか撮ってきてほしいみたいなのが結構あったので、今回は私やっていきたいと思います。本当にプリクラ撮るだけの動画なんだけど、ちなみにピエモどういうプリクラかっていうと、2007年ぐらいのラブベリー、ラブ&ベリーとか純欲漏れを結構売りとしてて、遠い久しぶりだと思う。最近のプリクラと全身撮影来たんだよね。で、背景が選べるのも結構久しぶりに来たんじゃないかなと思っておりますよね。撮っていきたいと思います。ルーレットはガビー。暗い系だから、これとこれ、だって全身だとちょっと柄が変わるね。これがいいかも。可愛いね。オッケー、いらっしゃい。なんか選ばせてくれるのいいけど、なんでもいいわ。これさ、これさ、これでも可愛いじゃん。これで写真撮っても。この線に立ってねみたいなあったのないんですけど、珍しい。気持ちいい。ちょっと前で締めた方が可愛いのと、アップすぎず、この色ちょっとだけ可愛い。柄を意識してくれないといけない柄かもしれない。加工で白くちょっとなってるから、それを濃くしてくれる。これぐらい濃くしてくれるならマジであれば無理だわ。悩んじゃう。それはこれこっち触れるか問題。私いつもうるさい。これピンプリの人結構しんどいから嬉しい。わあ、この時点でもめっちゃ可愛い。ということでプリを取ってきました。イエーイ。ちなみに出来上がりはこんな感じ。やっぱね、この人数にしたら結構個人的に可愛いと思う。韓国プリは背景この黒なのよ。だからなんかそれはそれで可愛いよねみたいな感じだけど、だからただの白だと台紙みたいな感じになっちゃうから、これが個人的にはめっちゃ可愛いかなと思いました。円の種類がギャル、マジギャル、めっちゃ可愛い。意外とさ、目ん玉でかくなるとぼやっとする率高いんだけど、はっきりしていいかなって思うのと、一発楽器みたいなやつ、マジ使ったこと一回もないんだけど、今まで買った方がいいぐらい可愛い。これでもね、やっぱ明
明るい感じ、ちょっとギャラーみたいな感じ格好してるときは絶対これが一番おすすめだと思いました。本当にお友達と撮っても絶対楽しいと思うし、よかったら参考にしてみてください。それではこちらの親方いいねコメントチャンネルよろしくお願いします。以上、お待ちしております。ちなみに所要時間は約12分ぐらいだったのでよかったらやってみて。じゃあ以上、お待ちしております。バイバイ。